ジこの部屋。イエーイ。今なんかしてんの？そんなことない。あたかれるショットないだろ。です。翼です。カイリーです。リオです。かわいい正義オープン法律どうもミネハジャコでございます。よっ。ありがとうございます。ありがとうございます。本日のですね、バルサラのチャンネルは題して、フジコの部屋。イエーイ。バルセロナに入店したての新人キャストさんたちがお仕事のお悩みをいろいろと相談させてもらうという企画です。新人キャストの皆さんのプロフィールからね、まず田脇さん入店してどれぐらいですか？4、5ヶ月だと思います。4、5ヶ月だったら大体の。初めてですか、ニュークラブお仕事されるのは？ニュークラブは初めてです。うんうん、ガールズバーにいました。超パブのお店でポールダンスをされてた。すごい。なんかそういうの欲しい。ポールダンス藤子いいじゃん。引きちぎる。痩せたいよね。でも痩せてない。全然嘘。ちょっと奥まってるからじゃない。そんななんか遠近法とか狙わない。めっちゃ狙ってる。じゃあ2人目、翼さんです。 P&J の何ヶ月ですか？って、3ヶ月ちょっとぐらい。なんと大学生。色が出てる。色が出てる。え、おいくつですか？20歳です。あー、待って、ここじゃあ何歳ですか？私27です。あ、結構。私27です。ね、あ、結構いってる。あ、すいません。20歳設定がいいです。じゃあ3人ここ20歳。無理があるよ。20歳の時もあったんだけどね。そうだね。じゃあ3人目、カエリさん。カエリちゃん入店されてどれぐらいですか？4ヶ月ぐらいです。前は何をされてたの？差し支えなければ。普通に社会人してました。え、一番会社確かに。エッチだわ。どっからエッチだ。リオさん入店して何ヶ月ぐらいですか？2ヶ月半ぐらいですね。あ、こう見えた。さっきめちゃめちゃなんか飲んでましたよね。いや、藤子さんに初めてお会いするのがちょっと緊張しすぎて。リスキー。今から藤子さんに会うんで飲みまーす。藤子さん来るまでに完成されます。やめろやめろ。来ました。すごい。入クラしてたんですか？半年間空いて3ヶ月ぐらいしてた時期ありました。半年間は何やってたの？東京でニートしてました。なにそれ、エッチだね。エッチだ。リオちゃんのそういうやつ。1本分な。リオの闇。、はい、お楽しみに。はい、それではこのお仕事って大変なこともたくさんあると思います。先輩にいろいろ教えていただきましょう。先輩から使っちゃう。そんなキャラじゃねえ。怖いよ。じゃあまず翼ちゃんから。天外に誘われた時ってどうしたら、はい、天外時間帯とかってどれくらいなの？昼間とか。昼間、うん、それはちなみに指名のお客様？場内の天外。でもなんか体力的に行きたいんだったら行ってもいいと思うんですけど、それをしすぎちゃうとそれがなきゃ来てくれなくなっちゃったりとか、昼間なんかしてんのってよく聞くじゃないですか、お客様って。みんなが寝てる時間にうちらが働いてるから普通に眠たいですよね。そうです。無理してたらマジで長く続かないと思う。最初頑張ってても、はい、逆に藤子さんが天外に行くのはどういうケースなんですか？すごい長いお客様とか、例えば道外からいらっしゃってくれて今日帰るよって時とかに、じゃあランチ行こっかとかぐらいですかね。なんか基本的にはあんまり行かないかもしれない。本当特別な日っていうことですね。玉木さん一つ目。二日酔いの改善。シンプルに改善できてない。それ多分もう飲み屋さんやってる人みんな同じ悩みあると思うんですけど、改善する方法はないですか？残んないようにいけるっていうタイミングで吐いとかないと、蓄積されてっちゃうから、とにかく水分取るしかない。やった行きました。ともに今日もやってたし。体育会系だ。体育会系です。座ってニコニコしてるだけじゃねお金もらえません。でもお客様が気持ち入れてくれてシャンパンを美味しくいただいてるのは事実なんですけども、でもキャパっていうものがあるので。続いてカイリさんどうでしょう？一問おさわり、私お客様怒らせないようにやんわり断るにはどうしたらいい？
プロの人だったらやんわりいけると思うんですけど、私プロじゃないから怒らせてもいいかなって思っちゃう。だっておさわりするお店じゃないんだもん。だったらなんかそのおさわりができるプロのお店があるし、まあ、例えばエッチなことがしたいならエッチなことができるプロのお店があるわけだから、私たちはそれをしないお店で働いてるから、こうやっておさわりしてくるお客様が圧倒的に悪いから、そんな心身ともに削るお客様ってあんまりいらないかなって思っちゃう。しがみつくともうメンタルやられて、お仕事全部が嫌になっちゃうと思うから、手握るとかよくある手法だけど、それでもダメだったら、いや本当にそういう店で描かないって全然言っちゃう言っちゃっていいの。それでもなんかすごく魅力的だし、会社会いたいなっていう人絶対いるはずだから、ここはそういう場所ではないから、怒らせたっていいし、誰も絶対責めないし、怒らせていこう。バイバイ最低限のルールとまだ大丈夫だって人として。続いてりょうさん、夜始めて、まあ、2ヶ月半ぐらいでどんどん体重が増えてっちゃって、体型維持みたいなコツをちょっと教えていただきたいな。それは今日の企画の中で違う質問していけないやつ本当に私も体重維持が全くできてなくて、 M サイズきつくなってきたみたいな、やばいマジ、いよいよ。でもやっぱ同伴とかになっちゃうと、いっぱい食べなみたいな言ってくださるじゃないですか、お客様って。はい、いっぱい食べなとか、弱いのご飯とかを酔ったら記憶のないまま食べ出すみたいなタイプなんですよ。なんか朝とかも酔ったまま記憶がないんですけど、ポテチ、ポットコー、ポテチ、ヘラみたいな、ラーメンとか、そう、これ自分が食べちゃったのみたいな。いやでもあと20キロ行ってからもう一回話し合いましょう。もっと修行詰めます。私は本当に修行したいです。じゃあ続いて戻ります、翼さん。方がよく分からなくて、知りたい自分が意識してるのは、仲良いお客さんとかにはほんと友達に送る LINE を送って、ヤッホーはーみたいな、ほんと無理しない程度に、はい、そろそろ送るかなって感じでしていけばいいのかなって思うけど、私もマメじゃないからこれは何とも言えませんステイさんって大変ですね。ジコさん、あの YouTube でキャラクターをちゃんと出して、なんかもう豆じゃなかったらインスタとか頑張っちゃう。ああ、はい、マークさんどうぞ。はい、お客様で自分のことを気に入ったなっていう確信ついた言動、脈割り男性の見分け方ってこと。なるほど、知りたい。なんかちょっと感じません、まあ、そこはなんか気に入ってもらったなってなったら、もうとにかくいっぱい質問しといて LINE のネタにしちゃうかも、うん、本誌で来てもらう、本誌で来てもらうために。なるほど、カイリさんどうぞ。2問目、藤子さんのお席って結構高級なシャンパンが来るのをよくインスタで見てて、そんなことない自分のお客様になんかシャンパンおねだりみたいのできなくって、あどうやったら開けてもらえるっていうか。それは私もおねだりして入れてもらったことって実はなくて、一回も。それもインスタとかの手法って言ったらすごい申し訳ないんですけど、全然あのチャミスルとかね、お手頃な焼酎飲んで帰られる方もいるし、一杯1000円のドリンクを何杯かで帰られる方もいるから、高いシャンパンばっかり空いてるわけではないんですけど、インスタとかにそれを載せることによって、あ、藤子に会いに行く時ってシャンパン抜かなきゃいけないなって、こうやってカイちゃん思ってくれたように、やっぱ女の子ってちょっと金かかるって思われた方が絶対いいと思う。無理してでも見え張ってでも、最初は身なりとか、例えば時計とかアクセサリーもそうだけど、ブランディング、それをブランディング、ブランディング、そうそうそう、していった方が、シャンパン入れてとか言ったことないけど、みたいになって、うん、なんでもいいよとか言ったら。それから気持ちで入れていただくものだと思ってるから、自分をおせっかく見せていこう。ではリオさんどうぞ。はい、お客様が先月呼べなくて、あんまり、うん、来てとかなんかそういうこと言ってますか。言ってないです。そうです、バースデーレストで営業年できない人って散々しろって言われるし、はい、文章とかも正直作ってもらったことがあるんだけど、はい、送れなかった。 SNS 等々とかであげたりするけど、なんかお願いしちゃうと何か要求されちゃうんじゃないかなってちょっと思ってて、はい、私そういう駆け引きがめちゃめちゃ下手だから、だったらもうそんな週に6回出てるから来たい時来てよぐらいなテンションで言う、来てって言って成功してる人とかってめちゃめちゃいると思うけど、来てよからの会話が広がらないんだったら、今年最後に顔見えたらいいねみたいな
ぐらいで、だって自分がすごい困ってる時に、ね、困ってるから店来てよって言われたらすごい嫌じゃないですか、はい、自分がされて嫌なことはしない程度に見せないことが一番大事。大事、ありがとうございます。それでもお客さんが来るのっていうのはどうやったらそういう状況になるんですか。やっぱり藤子の魅力なんですかね。いやー、ファンタスティック嘘です、楽なんじゃないかな。気合んないでブラッと来やすい。昨日来てくださったお客様もたまに LINE するぐらいでちょっと来てないお客さんだったんですけど、ブラッと来た、なんかやっぱ楽だわーっていうそんな感じで多分楽しく飲めるタイプ。昔は結構もうどうしていいか分かんないから、とにかくベタベタしてみたりとか、お触りされてもなんかやーとかやってみたりしてたけど、メンタルやられすぎてもうこんなのしたくないみたいになって、楽にやろうって思ってのびのびやってたら今になったから、今は私の準備期間だと思って、みんならしく私らしくやれるのが一番いいと思う。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい言葉をいただきました。何かこれだけは聞いときたいとかの方いらっしゃいます？いいですか。なんでそんなに面白いんですか？自分で面白いって感じたことなくて、周りの人が優しいから笑ってくれる捨て身精神って、捨て身精神って結構ウケる。あとなんか緊張してても緊張しないように言いたいって思い続ける。例えばちょっと威圧的な人が来たら緊張しちゃうじゃないですか、そこで萎縮してなんかってするんだったら、はい、いやもう会わないかもしれないし、なんちゃらねえと思って、お願いしますって入ってったら意外と大元気だねみたいな。すごい素敵なパフォーマンスできるのに萎縮しちゃうから、自分を発揮できないだけで、つまり飲むしかないってこと可愛い人たちに囲まれて幸せでしたお勉強にもなりました。身につけたことを発揮していきたいと思います。ありがとうございました。素晴らしい。なんでそんな面白いんですかって質問してたじゃないですか。緊張しないことって言ってたのがなんかめっちゃ響いて気をつけてみようって思いました。直接こうやって藤子さんとお話しする機会って同じ店舗でもあんまりなくって、今日からちょっとまた頑張っていこうって思いました。ありがとうございます。ずっと藤子さんのことをインスタグラムでちょっと見てて、インスタグラム通りすごい面白い方で、いろいろアドバイスとかもいただいて、捨て身の精神ですかね、真似していきたいと思います。今日捨ててたよ、大丈夫だよ。ありがとうございます。ありがとうございます。最後に藤子さんからこれからねキャストさんやりたいなって思ってる、もし女の子に向けてメッセージが何かあったら。キャバ嬢はとてもいい仕事です。高いお給料もらえますか、楽な仕事ではありませんけど、同じ土俵で働くこんな可愛い女の子たちがねいっぱいいて、話したらみんな一人一人いい人が多いので、実際とうとう私の紹介で来ていただければちょっと待って別に、ね、来ていただけたらいいかなと思います。全然悪い仕事じゃないと思います。ということで皆さんありがとうございました。ありがとう。すすきので飲むなら2種類の会社しかない。バルセロナかバルセロナ以外か。人生に挑戦を、挑戦に賞賛。バルセロナ。